マテリアルズ愛。環境汚染の原因となる水銀について国際的な規制が進む中、ニムスでは水の中に溶け込んだ微量な水銀を従来の100倍という高感度で検出する技術を開発しました。使用するのは市販されている赤外吸収分光装置です。ここに汚染された水を流すだけで水銀を高感度に検出します。日本の環境基準の10分の1以下の、水銀の量でも検出できるということなんですが、似たような手法であるラマン散乱分光法などに比べても100倍良いという結果が出たのでちょっと驚いていると思いますね。研究チームは新しい測定法の検出を行うため霞ヶ浦の水を使いました。自然環境中での水銀検出が実際に可能かどうかを調べるためでした。霞ヶ浦の水を岸辺から採取し、そこに3種類の濃度の水銀を溶かしました。3つのサンプルの水銀濃度を今回開発した測定法で計測した結果がこちらです。さまざまな有機物やイオンを含む水の中で PPT オーダーの水銀を明確に検出することができました。実際の汚い環境で水銀が入ってきたときに水銀のシグナルだけ分離して測れるということは証明できたというふうに思っています。開発した検出法に使うのは一般的な赤外吸収分光装置。これに簡単なアダプターを取り付けることで超高感度での検出を可能にしました。アダプターの中には2つの技術が組み込まれています。1つ目はナノスケールの隙間を持った金の粒子が敷き詰めてあることです。この隙間の大きさをコントロールすることでここに測定のための赤外線を集中させることに成功しました。さらに2つ目の技術として、この金粒子の隙間に水銀を特異的に結合する DNA の鎖をコーティングしました。この構造体に水銀を含んだ水が流れると DNA が水銀を捕まえます。この水銀 DNA 複合体の振動を赤外線が鋭敏に捉えるのです。ポテンシャルとしては、今まで水と赤外分光といいますと水のシグナルが非常に大きく入ってきてしまいますので、水の中に微量あるというのは難しいというふうに思ってたんですけども、この方法でいけば十分水の中のものでも測れるということは言えたかなと思ってます。今回の技術の特徴はその簡便さにあります。ナノスケールの金の構造体を作ることも DNA の付着もすべてアダプターに溶液を流すだけで行うことができます。金を含んだ溶液を流し込むと、このようにシリカ状で金の粒子が成長していきます。目的の隙間の大きさになったところでこの反応を止め、次に DNA 溶液を同じように流し込むだけです。計測手法としては水銀でなくていろんなものを測れるはずなんです。いろんなものでもコーティング材料を選べば選択的に測れるんではないかなという可能性を示した実験かなと思っています。